とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれを試してみようと思います。今シーズンのボスに、ビーストバーストです。11階のボスですね。テンペストゴーレム。あいつをね、ワンパンできれば、もうちょっと早くね、進んでいけるんですけども。どうでしょうか。今のところ2パンなんだよね。いきます。反逆者でパワー89です。ビーストバーストの威力が、7871か。はい。でこれプラス、虚無で倍率を上げる感じですね。いけなさそうな気がするんだよね。さすがにドラは必要だと思う。まあとりあえず行ってみましょうか。ここでね、これ倒せれば、マジで早いんですけども、どうなるだろうね。あ、オッケー、来た。いくよ。ちょっとある程度減らそう、まず。ある程度、調整で減らして、いや、しかし減らねえな。こんなもんか？いきます。虚無。だと思った。これぐらいよ。ちょっともう一回挑戦してみますね。またギリギリまで減らします。ちょっと倍率がね、確実にかかってなかったのかなと思うんで、もう一度だけ、ちょっとね、倍率をしっかり数えてやります。いいかな？ 1、2、3、4、あー違う、ちょっと失敗したんでもう一回いきます。よし、次こそはちょっと数える。4秒ね、1234ね、4数えて、バーストすればちょうどいいぐらいですね。これでやっぱね難しいよね、倍率を最大まで出すっていうのが。いいかな。1234、やっぱりこれが限界だ。じゃあちょっと倒しますね。いやー難しいな。これぐらいの HP だったら多分減らせるのよ。半分も減らせないよな。なかなかビーストバースト難しいな。3、4、よし、オッケー。そうね、多分ビーストバーストでも減らせて3分の1なので、まあドラがあったとしても無理だったか。はい、ちょっとねビーストバーストワンパンいけるかなと思いきや無理です。無理。これだったらば、あの雷の杖も倍率出して打った方が、いや変わんないぐらいかな。どうしても今シーズンは2パンかかるっぽいです。ワンパンでいける方法を知ってる方いれば教えてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。